こんにちは。井出トマト農園の井出久俊です。日本大学生物資源科学部植物資源科学科を卒業し、神奈川県藤沢市でトマトの生産をしています。私が収納し、1年中トマトの収穫ができるようになった農園は、売上高1億円を超える農業生産法人に成長しました。 2013年は全国農業コンクールで名誉賞もいただきました働く上で大事にしていることはお客様の声です私は私どものトマトを一度でも手に取ってくださったお客様がリピーターとしてまた購入されることを常に願っています。そのため 要望はよく聞き、貴重なご意見は生産に反映させます。十種類に増やしたトマトも、ジュースなどの加工品を作ったのも、お客様の声がヒントになっています。トマト農園を継ぐために入学した日本大学で、 私はトマトの生理学を詳しく学びました。ゼミは果樹素材園芸学研究室と植物病理学研究室を掛け持ちし、トマトの重要病害の菌について卒業研究を行いました。一方で部活動はカッター部に所属、海で体を鍛え、友情を深め、分部を両立させる充実した毎日でした。 大学で得た知識を生かし私はこれまで栽培に工夫を重ね独自の販路を開拓してきました家族経営だったトマト農園は現在7棟の栽培ハウスになり従業員も25名と生産規模を拡大中です将来は従業員50名クラスの日本のトマト農家を牽引する法人にしていきたいです大型直売所や、 レストラン経営も視野に入れています。イデトマト、美味しいですよ。